カレンさんこんにちは、カンですよ。ということで今日はですね、白猫テニスで強くなる方法っていうのをね、話していきたいなと思います。まあ、この質問はね、よくされるものになっているんですけど、僕はね、3つ重要だと思うものがありまして、まず1つ目は、性能を把握すること。2つ目、キャラとギアを揃える。3つ目は PS を、まあ、磨くみたいな感じになるんやけど、まあ、これ別に順位っていうわけではなくて、全て大事だと思っているんですけど、まず1つ目の性能把握。やっぱりこれしてないとね、もうどうしようもないんですよ。まあ、イオリとかさ、もうなんかジャストで返したらえげつないカウンター返ってくるっていうキャラになっているんですけど、それを知らなかったらジャスト確定のキャラで戦ってもうボコボコにされてしまったりだとか、別にまあジャスト確定のキャラも SS 打たんかったらジャスト確定じゃない場合あるわけじゃないですか。なのでジャスト打たないようにずっと早いで返していって、最終的にはボレーで決めに行くとかね。でボレーもカウンターついてるから、ボレー打った瞬間すぐ後ろ下がるみたいな、なんかそういう感じの戦い方してあげることによってね、まあ失点を防ぐことができたりだとか、あとまあ打球効果無効のキャラやったらね、フラットサーブジャストで打たれたとしてもそのまま返すことができるんで、得点につなげることもできたりするんで、やっぱり大事なわけですよ。なので、まあ、絶対ね、性能を把握してください。で、まあ、いちいちね、そのキャラクターの性能一個一個見るのすごい大変だと思うので、僕はタワーに行って、うわ、こいつの性能わからんなと思ったら調べる。毎回わからんことがあったらすぐ調べるっていうのをしてあげるとね、まあ、いつかね、頭の中に入ってくるかなと思いますんで、まあ、このキャラクターにはこのキャラで対抗しようみたいな、こういう方式が出てくると思いますんでね、ぜひとも白猫テニスやりまくってください。まあ、結論ね、やりまくることが一番強くなるとは思うんですけど、ある程度ね、知識がないと、まあ、こうやってだから、性能がわからんかったらさ、がむしゃらに行っても意味ないわけじゃないですか。やっぱり対策していないとね、どうしようもなかったりはするんで、まあ、そんなん調べつつ、あとまあ3つ目にも言ったかなと思うんですけど、PS を鍛える。もう PS があればね、正味苦手というか、不利対面であっても、普通やったら、まあ、例えばイオリとか、さっき出たイオリね、ジャスト確定のキャラに対して勝つことができるんやけどさ、こっちがジャスト打たれへんかったら、ジャストカウンター打てないわけですよ。なので、ジャスト率を上げる方法が分かっていなかったら、たまたま今回ジャスト出たわ。やったら勝率そんな上がらないんですよ。なので、ジャスト率を上げる方法っていう動画出してますんでね。まあ、そんなん見て、練習するなりなんなりした方がやっぱいいわけなんですよね。で、まあ、2つ目の時にも言ったね、キャラとギアを揃える。これも超大事なんですよ。やっぱり同じ PS 同士で戦った場合、キャラが不利だと負けるんですね。で、同じキャラ同士で戦った場合であっても、やっぱ PS あった方が勝つわけなんですよ。なので、PS は正義なんですね。まあ、さっきね、言ってたかなと思うんですけど、その不利対面であっても、上手ければどうにかなるパターンとかあるんですよ。例えば、ネモとかね、まあ、あれは普通に強いキャラではあるんやけど、あの子って空中型ギミックでパラライズかけるっていうキャラなんですよ。なので、空中型ギミック向こうのラインズマンガルガで戦うっていう方法もあったりするんやけど、うまいネモはえげつないボレー打ってきたりとか、SS を前からドカン打っていくことによってね、空中武功の相手に対しても勝っていけたりするんですよ。とか、前に戦ってやばかったんが、バイス短期でレート3300超えの人ね。あれとか、今の深淵バイスはめっちゃ強いですけど、初期のバイスってね、新規会話起きても使いこなすん超難しかったんですよ。なのにもかかわらず、もうすごいね、強い使い方をしたら、もうすごい驚異的な強さを誇ったりするので、まあ、そんなのも結構楽しかったりはするんでね、マジで PS は磨いた方がいい。で、まあ、とりあえずどの動画見たらいいかわかんない方はですね、この黄色のサムネイル、青の方先かな、白猫テニスで役立つ基礎知識を紹介しているっていう動画ありますんで、まずそれ見てください。それ見た後に黄色のサムネイルの勝率を上げる知識やテクニックっていう動画ありますんで、この2つさえ見れば、ある程度はちょっと勝率上がると思う。で、これも見たらね、再生リストで白猫テニスで役立つ動画っていうものがありますんで、まあ、そっからですね、自分が足りないと思うスキル、例えばまあ、個人的に結構おすすめなんがですね、結構 PS 上がったな感があるなと思うのは、相手のなんか SS とかの補給力を上げる方法やったから、なんかそんな感じの緑のサムネイルやつがあると思うんですけど、まあそれ見るとか、さっき言ってたジャスト率を上げる方法とか、あとまあスターストームを対策する方法、これ何もわからんかったらどうしようもなかったりするから、まあそんなんとか、あと何出してるから、マジいっぱい出してるんですよ。50個以上出てるんでね、さーっとサムネイルだけ見て、うわ、これは知らないぞってなったらまあクリックして、見ていただけると結構いいかなと思いますんで、まあぜひともそちら見ていただけたらなと思います。というわけで今からですね、結構 PS が光ったなーみたいな試合がね、いくつかあるんで、そちら見ていただけたらなと思うんですけど、まずこれはですね、まあ、いざとなったらスライスでこうやって対球する。なんかこれエリア入ってないような気もするんやけど、まあ、こうすることによってね、まあ、取れないはずのものでも取れたりはするんで、基本、まあ、スピンよりスライスの方がね、スイングエリアが広いんで、やばいって時はスライスで、まあ、このネットギリギリ、ネットチャーネン、ボレーとスピンのこの間のとこあるじゃないですか、そこギリギリでラケットを振っていただけたらなと思います。で、2つ目はですね、これだいぶ昔の試合ですね、もうずっとっとね、写真フォルダに残っていたんですけど、これはですね、うまいことロブをできたっていう場面ですね。これで、まあ、相手が前に詰めてくるから、まあ、ロブをするみたいな。いつするんかな、もう刺激すると思うんですけど、ここから、そう、相手ほら見て、ほら、前に詰めてえげつないボレーを打とうとした瞬間に俺がロブを打ったことによって決まるっていう。まあ、これも結構ね、PS 感ありますよね。これで決まった時超楽しいんで、ぜひ皆さんやってくれたらなと思うんやけど、まあ、ロブ打ったら相手はスマッシュ打ってくる可能性ももちろんあったりはするんで、まあ、そこはなるべくね、身構える、さっき言うてたようにね、スライスで耐えるなりなりしていただけたらなと思うんですけど、逆にね、相手もなんか俺がボレーしたい時にロブを打ってくる可能性もあるわけなんで、そこまで前に詰めすぎずにいい感じに後ろ下がりながら戦うとか、まあ、してくれたらなと思うんやけど、まあ、そういうのに関してはね、さっき言うてた白猫テニスで役立つ動画の中のね、どっかで話してるかなと思いますんで、ぜひともそちら見ていただけたらなと思います。まあ、さっきも言った通りですね、その役立つ動画系ってね、50個あるんですけど、まあ、その中でも特に見てほしいというか、これは知っといた方がええよみたいなやつ、ちょっと下にずっと流していくと思うんで、まあ、よかったらそれを見ながら試合も見てくれたらなと思うんやけど、まあ、この試合は何やったかな、あれやね、遅いがめっちゃ決まったってやつ。なんか遅いで打った時、早いで打った時、ジャストで打った時ってね、球が結構変わるんやけど、まあ、ジャストで打った時は球が速くなるし、SS ゲージの溜まり方もね、早いの時と比べて 1.5 倍溜まるんで、極力ジャストで打てていった方がいいねんけど、見てこういう感じで遅いで打ってあげると、まあ、思いもよらぬね、角度で球を抜かしていくことができたりするんで、まあ、そういう作戦やね。SS はちょい溜まりにくくはなるんやけどっていう感じ。で、これはミスです。別に作戦で今、空振ったわけじゃなくて、シンプルになんか取られへんかっただけっていうやつやね。で、まあ、時止めしてから前からヘリオ SS ドカンしてもいいし、逆にここドロップ打ってもいいし、右側にね、鋭角ボレー打ってもいいっていうね。まあ、相手からしたら今地獄の感じでしたね。ただ、まあ、俺はヘリオ光ってたんでね。まあ、SS 飛んでくる可能性の方が相手は高いと思って後ろに乗ったんやけど、それであってもね、前からのヘリオ SS は早すぎて取れなかったみたいなやつですね。いや、ほんと、楽しいっすよ。やっぱ白猫テニスってね、勝てなくなったらあれですけど、やっぱ勝てると超楽しいし、まあ強いキャラ持ってなかったとしても、その古いキャラとか使ってあげることによって性能を忘れてたりするんですよ。なのでそれで相手を圧倒するとかいうのも結構楽しかったりするんでね、ぜひとも頑張って強くなってください。長いことやってたらきっと報われます。というわけで、まあ次はですね、次も結構いい感じの試合なんですけど、ライブ配信中の映像になるんで、まあ声も切り替わります。悪いな、その行動は。まあまあ、良くなってるんであれば良かったわ。悪くなってるやったらマジでどうしようもなかったけど、どうしようもないことはないんかな、わからんけど。良くなってるんであれば良かった。よいしょ、いいんちゃうこれ。お、逃げたロッキー。やるわね。いい感じね。個人的にバルーンさんのノマドが最近好きです。おお、聞いてない。バルーンさんめっちゃ好きやったやん、俺。何やったっけ、雨とテトラみたいな。雨とペトラやったっけ。うわ、俺めっちゃ僕ら好きやってんけどな。ちょっと題名忘れちゃった。ごめんね。雨が降ったらのやつ。めっちゃ音痴やからね。あれやねんけど。それ俺音痴やからカラオケ行きたくないねんな。うん。一人カラオケもそんななんかな、行こうと思わへんしな。別に家で歌ったらええやんと思っちゃう人やからね。歌うまかったらなんか採点とか出るのはさ、楽しいやろうけど。OK。で、アイリス・ミラーとか懐かしいな、これ。やばい、SS 来る！取れたナイスで、アイテムなんか時止めあるから。あ、いいね、いいね。これ抜けるんちゃう？これやばい、特殊状態続いてる？なんかこれくるくるをさ、SS で返したら特殊状態終わっちゃうみたいな事件あった気がするんやけど、なんか治ってんな。あ、ほんならええや。これからくるくるちゃんと。うと、なんかノーバウンドで返してもな、特殊状態になられへんかった時があったんやな、一時。確か。うん、レムの次にいつき出てきてほしかった。なんでなんで？どういうことどういうこと？同じ声優ってこと？ロブちゃうこれ。決まらんのかい。でも相手後ろに下げれたのはでかい、マジで。はい、ロブこれ。ロブの重要性、これマジで。ここ素晴らしいよ。よいしょ。ロブ打ちすぎるとね、それはそれでなんか、速いスマッシュが来て死んでしまったりとか、スマ無効とか、スマ銃とか、そういうデメリットがあったりはするけど、今みたいにうまいこと打てたらもう本当にいいですよね。相手もう SS 打てるやろな。まだかな、遅くない？これ来るな。で、さあ、来い、くるくるよ。これはまちょ、普通に勝てろ。で、ドーン、取られた。しゃあないな、これは。SS 打つの知られてたから。わ、これヘリを溜まる待ってからやればよかったな。今のはもったいないな。これはちょっと止めるしかない。で、遅いボレー。くそ、やばい、相手だけ得点目あるのは本当に良くない。やばい。これはしょうがないな。シンプルに失点した。さあそうほんまいいよね。よいしょ。これやばい。SS 来る。SS 来る。絶対来る、こんな。え、取れたん今の。やったぜ。これめっちゃいいんちゃう。あー、でも後ろからか。あ、でもヘリやから抜けた。